はいどうもこんにちは、グッドカーライフのゼミッタです。ということで今回はトヨタ新型クラウンスポーツのハイブリッドモデル、こちらの試乗インプレッションをお届けしたいと思います。クロスオーバーに続いて発売された SUV のクラウンスポーツ、パワートレインは 2.5 リッターのハイブリッド、そして同じエンジンを搭載するプラグインハイブリッド、この2つを展開。今日は先に発売されたハイブリッドモデル、こちらに試乗してレポートをお届けします。ということで乗っていきましょう。はい、というわけで今回は新しく登場しましたクラウンスポーツのハイブリッドモデル、こちらの試乗インプレッションをお届けしたいと思います。というわけで今日借りましたのはハイブリッドモデルの Z グレードの E4 です。車両金額は590万円となっています。実はですね、私クラウンスポーツは地元の方でデモカーを借りていまして、一般道でレビューをお届けしています。しかし高速は走っていませんし、運転支援の性能なども含めて今日は高速中心にご紹介をしようかと思います。で、今回乗っていますのはハイブリッドモデル、 2.5 リッターのハイブリッドシステム、これが搭載されていまして、前後のモーターが入っていて、さらにバッテリーはバイポーラ型になっています。クラウンのクロスオーバーで入っている 2.5 リッターベースのものと基本のユニットは同じとなっています。それぞれのスペックを見ていきますと、エンジンに関しては186馬力221ニュートンメーターを発生します。で、フロントとリアにモーター入ってまして、フロントが182馬力の202ニュートンメーター、リアは54馬力121ニュートンメーターとなっています。それらをガッチャンコしてシステムの最高出力、これが234馬力。なかなかパワフルなユニットになってます。バッテリーの残量としましては、8セグメントあるうちの5セグ溜まってる状態です。まあまあゆとりがある感じですよね。この状態で下りなんかに入って少しこうアクセルを緩めると、完全に EV の力だけで走る、電気の力だけで走るといった形になりますので、まあ、高速域であってもこのように EV モードに切り替わるというのは今確認ができました。今ドライブモードノーマルで走っていましてですね、特段エコとか、まあ、スポーツに変えていない状況です。この状況で下りですけども、ちょっとこうアクセル入れるとエンジンがかかるっていう感じですから、まあ、基本的にはですね、やっぱ効率を重視しています。まあ、もちろん電動ドライブの領域も前々のリチウムイオン使ってる 2.5 リッターベースのハイブリッドよりは、まあ、たくましく長くなってるとは思いますけども、日産の e パワーのね、新しい第2世代のものに比べるとまだ結構ね、頻繁にエンジンはかかる部類かなと思います。ただかかりますけども、かかってるところの、まあ、普段の領域ですよね。ここで嫌なノイズがずっと出てるとか、 A25 の直噴エンジン特有のですね、ブルブル感とか、こういったものは基本的に感じません。で、パワー感です。で、エンジンかけておいて、ここから追い越し、普通に加速をさせていきましょう。はい、こんな感じです。普通の加速感だったらエンジン音聞こえないっていうどころか、めちゃくちゃ静かです。なんかほんとね、エンジンかかってるかどうかは今みたいな加速感だったら全く分かりませんね。スーッと車が滑るように走っていきましたけども、そこにですね、音がこう伴ってないというか、静かなままスムースに加速をさせていく印象がありました。じゃあちょっとグッと踏んでいきましょうか。せーの。おー、グッと踏むとエンジン音まあまあ入ってきますけども、それでもそんなにこうものすごくなんかけたたましいサウンドが入ってくるっていう感じではなく、この辺の結構遮音は効いてるなっていう印象がありますね。おー、いい感じで遮音効いてます。さあ、そしてハンドリング、うわ、ちょっと待って、今の姿勢やばいんですけど。これね、
リアソーダ入ってますよね。 DRS ダイナミックリアステアリングと言いまして、低速域は逆位相に切れますし、反対に速度が上がってくると同じ方向にアングルがつくと、そういったシステムを取ってますけども、これの効果と、あとそもそものこれプラトーム GAK と呼ばれているプラトーム使われていますけども、この骨太な感じものすごくしっかりしまして、ビシッとめちゃくちゃスムースに、そしてなかなかこう軽快に曲がっていく印象がありました。ちょっと待って、ちょっと待って、わすごい、しなやか。この動きとしてはロールはそんなに起きてません。なので目線は基本こうフラットのままで、こういう高速域走っていてもフラットのままでスムースに、でも俊敏にシュッと曲がっていくっていう、うわーすげえすげえすげえ、めちゃくちゃ気持ちいいハンドリングありますよこれ。むしろちょっとこう速度を出しながら車線変更をするっていうね、こういったところでは、まあ、リアが同じ方向に今若干切れてくれてると思いますけども、このところで安定感も出しつつでもシュッと曲がるっていう、なんかこの特有の、うわすげえ、めちゃくちゃ俊敏、硬さだけがスポーツじゃないとおっしゃってましたけども、なんかその意味は分かりますね。車全体でこの骨太な感じを作っていまして、なので足はそんなに硬くないんですね。なのでこの辺の乗り心地とかはある程度こう担保しつつ、でもステアリングを切った時にしっかりとしたハンドリングを作り出すっていう、この辺の味付けね、これはスポーツしてると思いますよ。しかも単にスポーツしてるだけじゃなくて、そこに上質感が加わってるのがこれクラウンスポーツの特徴ですね。でもうちょっと細かく言うとですね、これ DRS はドライブモードによってもその速度の過渡期が変わってきたり、さらにはクロスオーバーにも入ってますけども、それよりは積極的に DRS を効かせるようになってます。例えばドライブモードノーマルだったら60キロから70キロ、ここが過渡期になってます。それ以下だったら逆位相だし、それ以上だったら同位相、ただより効かせるようになってます。またドライブモードをスポーツに入れますよね。そうするとですね、70キロから80が過渡期になりますけども、ここは DRS 効かせないんです。しかしそれ以前の部分は強く効かせて、でそれ以上の領域でも強く効かせてっていう、まあ、専用のチューニングが入った DRS になってるわけです。で今スポーツにしましたけども、確かにこれね、タイヤのグリップ性能も結構高いです。なのでフロントがしっかり食いついて、でこの辺の剛性も高いので、ステアリングを切ったらシュッと曲がっていくっていう印象はあるんですが、ただリアも同様に動いてくれてまして、なので車が全体で曲がっていこうとするっていう、このあたりは、おーすげー、確かに最初これ一般道でクラウンスポーツ乗った時に低速域は本当特にハンドリングがこうキレッキレな感じになるんですよね。なので違和感感じてましたけども、高速これね乗ってますけども違和感なし、むしろなんでこんなによく曲がるのっていう、 DRS を知らない方だったら思わずそう言ってしまうほどに違和感ないけどもよく曲がるっていうね。でスポーツですからちょっとこうステアリングの手応えも増してますけども、いやいいじゃないですかこれ。うん、静粛性ですよね。高速走ってる領域の静粛性はどうなのかというところも見ておきます。ドライブモードはノーマルに戻しましょう。うん、まあこれね正直なこと言うと
結構静かですなんか今の感じだと正直あんまり静かじゃないっていうかと思いきや、いやこれ静かですね。うん、何が静かって、まずエンジンノイズが普段走ってる常用域に関してはエンジンノイズ入ってきませんし、踏んだとてこれくらいのボリューム感です。よーく遮音効いてますよ。ここおそらくサイレンさん結構入ってると思いますけども、フードとダッシュインシュレーターの部分でちゃんと入ってると思います。それほどに結構 A25A 直噴エンジン特有のノイズは吸収できてます。で、風切り音も今聞いてる限りここはそんなに静かではありませんけども、まあまあ一般的なレベル、ものすごくノイジーだなっていう感じはありませんので、まあこれはこれで別に私は特に気になりません。で、フロア周り、これはね、タイヤノイズちょっと目立つかな。しかしここね、前もアルファードベルファイアで走って結構ね、この目地食う感じのゴーって音が入ってきてまして、それと近い感じなので、まあ、このクラウンスポーツだけが極端に床周りうるさいっていうことではありません。ただまあまあそこそこ音は入ってきてる印象はありますけども、でもこれは舗装状況だと思いますね。まあでもこれ惜しいのはですね、超音天井っていう機能を持たせてあります。これ何かというと、ルーフライニングの中の合成材を変えてるんですよね。これによって今までは全部吸音していたものから少しこう反射をさせて会話明瞭度を高めてると、これクランスポーツから入った新技術になります。ただパノラマルーフがついてますので、そこの面積がね、若干ながらも減ってしまってるっていうのもこれね、本当のところなんです。パノラマなしの方がいいかなとは思うんですけども、でも難しいですよね。 SUV だったらつけたくなりますし、悩ましいところですけども、まあでもこれなくても、なくてもというかパノラマ付きでも結構声は通るかなと思います。そんなにものすごくこれ上開いてるから、今窓をシェード開けてますけども、そんなに声が通りにくいっていう印象はありませんので、まあまあ許容範囲かなと思ったりもします。いやでもこれ面白い、本当にすげえよく曲がるし、めちゃくちゃ上質で滑らかに曲がっていくっていう、そんな感じがあります。で、高速域の直腕もバッチリビシッと走ってまして、これはですね、ちゃんとタイヤが路面食ってる感触、あとやっぱワイドトレッドっていうところがかなり効いてるかなと思いますね。これによってクロスオーバーよりも、まあ、若干ながら背は高くなってるとはいえ、不安定な挙動は全くないです。ほんと綺麗にビシッと走ってる。ただこれが新東名とかの超高速域になってきて、スタビリティがどうかっていうところはちょっとどうかなっていうのは今一瞬感じましたね。というのもなんか接地感が薄いとは言いませんけども、もうちょっと路面食ってるんですけども、その感触はこう手に欲しいですね。まあスポーツに入れたらいいのか、スポーツにすると手応えが増しますので、それで多少なりとも印象は変わると思いますけども、あ、全然私これでいいな。これおそらくカスタム、あ、カスタムありますので、ステアリング EPS の制御だけスポーツにして、でパワートレ制御は通常のノーマルで、 DRS もねそこと連動して変わるかなと思いますけども、でもこれステアリングと連動するかな。でもこの重さいいですね。なんかタイヤの太さをしっかり感じるというか、これくらいやっぱ重い方がハンドル握ってる時の安心感は高まります。いいね。ただちょっとシートのサポート性がやっぱりこれはね、スポーティー車物足りません。やっぱり PHEV のスポーツシートが欲しくなります。今みたいに結構高めの車速で
Gをかけるとですね、横のサポート性が緩いので剛性感はものすごく高いですけども、ちょっとこのズレ感によってですね、なんか脳が悪い方向に勘違いをしてしまうっていう、そういった現象が若干起こってますので、まあこれでも形状はね、結構横腹とかもまだ包んではくれてますけども、でもやっぱこれヘブでもスポーツシート欲しいかなっていうのは正直ありますね。いやでも走り心地めちゃくちゃいいです。そして乗り心地も全然悪くないですね。というのもこのやっぱりしなやかさがあるっていうね、さっきも言ったように硬さだけがスポーツじゃないっていうのは、それはねステアリング切った時も思いますし、こういった減速板、さらにはつなぎ目の部分を超えた際のこのショック、これを感じる時によくわかります。足はねガチガチではありません。ただものすごくソフトにしてるっていうことでもないですけども、でもちょうどいい感じはしますね。なんかこう気持ちいい乗り味というか、決してスポーティーさは損なっていないけども、でもクラウンらしいこの上質な乗り味をちゃんと生み出すっていう、そこはね両立してるというか、本当ハンドリングと乗り心地の良さ、これ両方ともちゃんとありますよ。不思議ですけども、こういう飛び道具をね DRS とか入れることによって、ほらこことかも本当綺麗に曲がっていくんです。タイヤのグリップ性能、 DRS のいい制御、そして足がこうしなやかにロールをするっていうね。でもロールしすぎてませんよ。なんかその辺の全てがねバランスいいなと思います。めちゃくちゃしなやかだし、この縦方向の入力もね決して不快じゃないですね。高速域でもなかなかこう心地いいダンピングをこなしてくれてるかなと思います。いやいいですよ本当に。このねバウンスするとき、こう足が縮む方向でも全然そのダンピング、なんかこうグッと張ってる印象がなくて、ある程度こうスムースにこう伸縮はするんですけども、でも一定のところでちゃんとこう抑えてくれますので、踏ん張りも効くし、でも縦方向の入力は不快じゃない、不快じゃないっていう言葉じゃ足りませんね。めちゃくちゃ心地いいです。じゃあノーマルに戻しまして、運転支援を使っていきましょう。これもクロスオーバー同様だと思いますので、メインのスイッチをポチッと押すとですね、これで加減速のコントロール、レーントレーシングアシストなどなどもろもろ入ってくれるという形になってます。あれでもこれレーンキープ効いてませんけども、あ、今入りました。ちょっと待って、これレーンキープ入れた状態でポチッと押すと、あ、入りますね。なので最初はこれ押す必要あるかもしれませんけども、基本はワンアクションで OK です。非常に使いやすい。というわけで実際にじゃあ60でセットをしていきましょう。スイッチもまあ分かりやすいかなと思います。でこれ新しい世代の TSS が入っていまして、制御がね本当に滑らかだなっていうのは、私もいろんなこう最近のトヨタ車乗ってますのでよく分かりますけども、いやいいね、制御滑らかだし、例えば車線を誤認識してちょっと寄っちゃうとかってことも、まあ、ほぼほぼない。なので結構安心して使ってもらえるんじゃないかなと思います。いいね、今緩いこのカーブを曲がってますけども、ステアリングこの動作見てもらったら分かる通りカクカクしてませんよね。滑らかに、いやむしろステアリング切ってるのかなっていうくらいにめちゃくちゃ滑らかですけども、いい感じ。しかもこれタッチセンサーになってるんじゃないかな。さあちょっとここきつめのカーブが出てきますけども、ここね前何だったかな、なんかの車無理だったんですけども、おおちょっと寄りましたけども、あーなんとか、あーでも結構寄るね。うーん、あーでもこれ前と一緒だな、
そうだアルファードか、アルファードベルファイアでこの同じ道運転支援入れて走った時に曲がりきれなかったんですよね。ただこれは曲がりきれました。ただ若干なんか内側の中央線寄ったりこっち寄ったりっていう挙動は若干出ましたけども、まあまあ基本はねレベル2ですからドライバー主体で走らなきゃいけないですし、まあ、その中である程度こう任せていましたけども曲がってくれましたので、操舵力としてはまあまあある方かなと思いますね。でちゃんとタッチセンサーになってました。これもやっぱいいところかなと思います。さあちょっとですね今無言になって使ってましたけども、うん、問題ないというかなかなか安心して任せられるんじゃないでしょうか。まあ、とにかくブレ感がね少ないっていうのは本当にこの新しいトヨタのシステムの特徴でして、私もプリウス乗ってますけども、もうねここまで来るのも本当ほとんど疲労度ありませんでした。というのもトヨタのプリウスも新しい世代の運転支援システムこれ入れてますので、かなりこう安心して任せることができます。なんて喋ってたら後ろからプリウスが来まして今追い越していきましたけども、あの車も本当ねなかなか優秀なんです。だから最近のトヨタのこの TSS3.0 というか第3世代のシステム、これはね私結構国産の中だったら上位に食い込んでくる運転支援だと思います。さあというわけでみなとみらいの出口でおりましてですね、ラストにじゃあ燃費見ておきましょうか。ちなみに今日ハンドリングとか見ましたけども、実際にですね PDA これはカットしています。プロアクティブドライビングアシストっていう機能が入っていまして、これがオンだとですねカーブの曲率などを見ながらステアリングの反力を強めたり弱めたりします。まあ普段走ってる時は全然助かるのでいいんですけども、今日はレビューなのでそれは一応切った状態でのレビューをお届けしておりました。というわけでじゃあ燃費見ておきましょうか。今日ですねちゃんとリセットしました。もういつもこの試乗会ねバタバタして慌ててリセットするの忘れるんですけども、今日はちゃんとリセットをしましたのでその数値をお伝えしましょう。というわけで今日走った数値はリッターあたり21.9 キロになりました。素晴らしいです。高速メインとはいえ全開加速も試して20キロをね優に越してきたっていう、このポテンシャルの高さはこの数値を見てもらったらわかると思います。なので走りもいいんですけども、実際に走りだけじゃなくてですねこういった燃費性能もやっぱ最新のトヨタのね THS2 はいいものがあるんです。ちなみにカタログ数値これは WLTC の総合燃費で 21.3 キロになってます。なのでカタログ数値を、まあ、ギリギリとはいえ越してきました。というかその数値が出てるっていうのがなかなかこう驚きではあるんですけども、いい数値が出たのではないでしょうか。というわけで今日はクランスフォースのハイブリッドモデルの試乗インプレッションをお届けしてきまして、で高速主体でレビューはしてきましたけども、一般道は実はデモカー借りて地元の方でレビューお届けしています。ぜひそちらも合わせてみてください。というわけでトヨタクランスポーツ試乗編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買えるのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。